続いては健康一番のコーナーです。番組をご覧いただきながら私たちと一緒に簡単なストレッチ行っていきましょう、はい、というわけで今日もですね、岡山市にあります OSK スポーツクラブ岡山のインストラクター平岡静也さんに教えてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。引き続き5月も担当させていただきます。ゴールデンウィーク期間中おうち時間を多く過ごされ運動不足を感じている方も多くいらっしゃると思います。そんな今日は肩こりの予防改善体操をご紹介したいと思います。それではまず今の体の状態一緒にチェックしていきましょう。ではその場でですね、手を前から上げてみたり、はい、横からも上げてみましょう。ちょっと、ね、どうですか。ゴールデンウィークで、ね、動いてなかったので。そうですね、ありますよね。ちょっと腕もね後ろに引いてみます。はい、あと肩ちょっと上げてみましょうかね。今の動きやすさチェックしておいてください。はい、それでは最初はまず鎖骨のほぐしから行っていきます。肩こりの予防改善のポイントは鎖骨、肋骨、肩甲骨、この3つの骨が正しい位置で動くことによって予防改善につながっていきます。では鎖骨のほぐしを行っていきます。中3本指を使って鎖骨に沿うように手を動かしていきましょう。筋肉と皮膚をずらすようなそういったイメージで鎖骨の下から、そして鎖骨の上からもさすってみます。もし痛みがある方は無理がない範囲で行っていきましょう。そして2つ目です。今度は鎖骨を指2本で挟み、そして肘を回していくエクササイズです。この時に肘を回しながら鎖骨が上下に動いている、そういったイメージで行っていきましょう。結構動きますね、こう自分で触っていると、はい、そうですね、はい、自分で動きをこの感じながら行うっていうのも一つポイントですね。はい、反対も同じように挟んで手を乗せた状態から大きく回していきましょう。そうですね、肘の動きに合わせてこういった鎖骨の動きも変わってきますのでね、大きな動きでやってみてください。はい、では続いては肩のストレッチ行っていきます。右手を前へ出し、肘を抱えていきます。そのまま息を吸って体を起こし、吐きながら肘を引いていきましょう。この時に姿勢が崩れやすいので、まっすぐとした姿勢、そして余裕がある方は肘より少し上側を持って行ってみてください。なかなかこういう動きしないので伸びてます ね、 ここ伸びてるの感じてね、はい、いきましょうね。気持ちがいいです。はい、反対も同じように行ってみましょう、はい、手を伸ばして肘を抱えたらそのままゆっくりと引いていきます。この肩の真ん中あたりですね、なんとなく伸びてるのちょっと感じてみてください。はい、ここはしっかり伸びるとあのね、肩周りしっかりね緊張取れますので行っていきましょう。はい、ではゆっくり手を下ろしていきましょう。続いて二の腕のストレッチです。では右手を肩に乗せていきましょう。そのまま肘を下から上へ移動させます。余裕がある方は反対の手で肘をそっとサポートしながら後ろへ引いてみてください。この時のポイントは手は肩へ乗せたまま行ってみてください。こう薄着になってくるのでね、はい、こう気になるんですよ ね、 ところですよね。はい、肩こりと合わせてこういったね姿勢の、ね、作りも一緒に行っていけるといいですね。はい、はい、では反対も同じように行っていきましょう。肩に手を乗せて肘を下から上へと引き上げていきます。伸びます、はい、余裕があれば上からさらに引いていただいても結構です。自分のできる範囲で行ってみてください。はい、ではゆっくり下ろしていきましょう。はい、はい、では引き続いて今度は肩の上げ下ろし行っていきます。両手は軽くお尻の横で OK です。
では肩をすぼめるように持ち上げていきましょう。はい、そこから一気に力を抜いてストーンと下ろしていきます。さあ、首をすぼめるように持ち上げてストーンと、はい、この時に体が前に倒れやすいので、しっかり体を起こした状態で行っていきます。持ち上げてスタンド、はい、いいですね。ではそのままあと3回皆さん一緒に上げて行ってみましょう。上げてスタンド、そう、首をすぼめながら持ち上げスタンド、はい、ラストです。上げて下ろしていきましょう。はい、OK ですね。だいぶこの肩周りが動かしてきました。はい、では最後深呼吸一緒に行っていきたいと思います。両手は軽く耳の後ろです。息を吸いながら少し胸を張っていきましょう。そして吐きながら肘と肘を近づけ背中を丸めていきます。息を吸いながら体を起こし、ゆっくりと吐いていきましょう。この時にしっかり肘を開いて胸に空気を入れていきましょう。そして肘を近づけながらしっかり背中丸めていきます。はい、では皆さん続けてあと2回行っていきましょう。はい、大きく息を吸ってゆっくり吐きながら背中丸めていきます。もう一度しっかり吸って吐いていきましょう。はい、皆さんありがとうございます。はい、中島さんどうでしたか。今ね、こうリモートワークも増えていますから、なかなかこう、はい、動かさない子もいますけど、時間を見つけて、そうですね、今のストレッチやりたいなと思いましたね。はいはい、この肩周りのエクササイズというのは皆さん呼吸につながってます。はい、マスク生活が求められる今、隙間時間を使ってぜひこういった体操を行ってみてください。はい、今日はありがとうございます。ありがとうございました。以上、健康一番のコーナーでした。